有吉広むゆ、エ比ス・義和との再会に感動。随分真人間に、有吉広むゆが MC を務める、有吉クイズ、テレビ朝日系、毎週月曜24時15分一部地域を除くが、10月11日に放送。先週に引き続き、有吉のプライベート密着クイズが実施され、ついに有吉がある人との感動の再会を果たしスタジオは感動に包まれた。毎回、 想像を超える禁断の私生活を披露し、大きな話題を呼んできた同企画、ある人との待ち合わせをしているという有吉は、東京港野鳥公園へ、待ち合わせの時間になり、その人の姿を目にした有吉は、なんかあの感じちょっと心配だなと第一声。近づいてくると、相変わらずだと嬉しそうな表情を見せ、エリス・義和の登場を喜んだ。 認知症になったというエビスを気遣いつつも、随分真人間になりましたね。相変わらずカツカレーですか性欲はどうですかかけマージャンで捕まったことは覚えてますかなど、際どい質問とツッコミで歓迎するアリオシ。一方のエビスも、アリオシの結婚を祝福。何かお祝いくださいとアリオシが伝えると、マスクとボタンの入った袋を取り出すエビスに、いい加減にしてくださいよ、とアリオシ。 しかし、実は有吉夫婦の絵を描いてきたというエビスは、喜んでくれるかなと絵を差し出す。それを見た有吉は、下書きも消さずに嬉しい。色も塗って欲しかったけどといじりながらも、嬉しい。最高を連呼。エビスが15分くらいで描いたと話し、誰が誰ってわけじゃないとボケると、すかさず有吉は、僕と奥さんでしょ、と突っ込みを入れた。ネット上では、 有吉さんの愛あるいじりが愛おしい。有吉さんってほんと優しい。感動しちゃった。泣きそうなどの反響が上がった。次回は10月18日に放送。ドブロツク、森慎太郎、江口直と秋山広木、花子のマルヒクイズが実施される。